優勝賞金5万円ですからね。かなり大きな一戦となってまいります。お互いの緊張感もかなり高いことでしょう。一番勝つ。さあ、宮選手が若干掛けの形に持っていってますね。状況を見て、ゆうくん選手もね、後出しではありますが、中開け。しかし、まあ、仕込んでいる分がかなり大きいので、アミミア選手がしたないんですが、どういう立ち回りにするかちょっと悩ましいところ。さあ、お互い間違いになりましたね。久しぶりに見たな、これ。さあ、互いに下穴を送りたくない。なんなら、アミミア選手側に下穴が行ってしまうと結構繋がってしまう要因になるので、ゆうくん側はね、あまり攻撃を送りたくないですよね。対してゆうくん側はね、下穴がこう右側に寄っているので、レンがね、この積み込んでる分しか繋がらないので、まあ、これをちょっと火力リソースを送ってしまうと、そのまま負けに繋がりかねないと。さあ、ですが、ギリギリまで待ちはするんですが。一気に速くなる瞬間好きなんですよね。そうですね。まあ、どこかでやっぱりその見限りをつけなければいけないので、このタイミングでね、外していくかってところですよね、アメリア選手。ならね、この待ちをしている段階でミスをする可能性も全然あるので、一旦ちょっと待ちつつというところですね。アメリア選手側は、おそらくジェミノで削って、ジェミノ、Z ミノ、ジェミノ、S ミノの4連プラスを狙っていることでしょう。もしくは、下穴が来ればまた別のルートを見るかもしれません。さあ、ゆっくん側はね、まあ、全然繋げられそうな。真剣勝負じゃないとこういう光景見られないかな。そうですね、なかなか。あれとも絶対に負けられないからね。そうですね、このルートを見ながら動いていますが。これ合計4000人が見てますよ。さあ、Z ミノ使って、さあ、ゆうくん側もこれを操作になっている。でもこれ待ちきりそうですね、お互いに。うん。雨谷選手に下穴を送らずに済みそうなので、ゆうくん側はもうずっと待ちつつ、全部総裁を当ててから試合再開という。来るぞ、来るぞ、みんなそろそろ来るぞ。来た。で、そうですね、ここで試合再開と。そして一瞬で。それは痛い。これは、これは痛い。一気に緩急をつけて4列レーンを仕込んでね、こう優勢を見ていこうとしたんですが、アミヤ選手ちょっと置き水が出てしまった。ですがユウくんがちょっと不利なことには変わりはなかったんですが、この置き水によって一転しましたね。いやー痛い。わあ、さあこうなるとギリギリ耐えてありますね。ただ地形的にはアミヤ選手の方がちょっと苦しい。ユウくん側は火力を出せるかどうかですね。ギリギリ、うわあ、レンガつなげる体勢には整えている。そしてイエスイから、さあなんとか持ち直してきました。お互いすごいね、2人とも持ち直して、まだまだ試合は続くぞという展開ですね。さあこの2人、これでは終わらない。おお、あれだけ待ってもまだ普通に試合が続きます。素晴らしい。まあ、両者ともかなり安全圏にたどり着いてきたので、ここからは相手のミスマッチになってくるでしょうかね。お互いそう待って仕込んでいく、まあもしくはというところですね。おっと、ゆうくん側がちょっとミスが出たから、これを見てアメミヤ側は一気に詰めるか。しかしあまり高さを稼ぎきれていないので、ゆうくん側なんとかなりそうですね。ルー君もすげえ強くなったな。そうですね、ここまで、ね、ちょっとなんか理論値を出してくるような感じがすごいしてますね、見てると。さあ、ティミノ使っていきましたね、ユウ君。これは結構勇気のいる手だったと思うんですが、ですがしっかり火力に変換している。さあ、アメミア対応側はちょっとこれは火力が遠のいているような形ですが、さあそれを見てユウくんがちょっと押し込んでいる。あー、ややお互いのバランスが崩れてきたか。さあ、アメミヤ対応、あいみのあるのでまだ耐えられる。さあ、ですがそれを全部受け切ってユウくんが千鳥講師からレンにつないでとどめを刺しに行くか。とどめを刺しに行くか。間に合った、
間に合っていく。ゴキンが来た。いやこれはユウくんがおそらく決まったと一瞬油断してアイミノの気質が出たように見えますね今のは。いや今のやば。いやーこれを耐えるのがやはり今まで絶対王者として君臨してきたアメミヤ対